眼科医の平松です。今日はメガネの処方箋についてお話ししようと思います。で、メガネの処方箋って普段の視力と実は全然違うんですよ。よく患者さんに診察して終わって、ああ今日の検査データでメガネ作りたいんで処方箋くださいって言われることなんです。これ全然ダメです。なんでかっていうとですね、普段の眼科の検査の診察の時の視力っていうのは、あなたの視力はどんぐらい見えてるか最大値っていうのを測ってます。ですから、そんなに見えなくても普段いいのにとか、疲れちゃうよそんな見えたらっていうような数値で検査してるんですよ。だからその数値が最大見える能力だけを見てるんですね。一方でメガネってそんなに見えなくてもいいじゃないのと、疲れちゃうからもっと度数ちょっと弱めた方がいいよとか、乱視はそんなきつくない方がいいよとか、バランスとかそういうこともいろいろあるんですね。で、例えば見たい距離も違います。普段の視力検査って5メートル先の、視力やってるわけですよ。でも、いや5メートル先なんか普段ほとんど見ないって患者さん結構多いですとなると、例えばそうですね、テレビの距離1メートル2メートルに合わせた方が楽な人もいますし、極端な話そんな遠くなしで中間、パソコンの距離とか手元に合わせる、いわゆる老眼鏡に近いようなメガネにした方がいいってこともあります。で、かけてもらってしばらく時間が必要なんですね。なんでかっていうと、かけてじゃあ手元にあったからこれでバッチリですかっていうと、かけてしばらく見てみないと頭がクラクラしたり調子が悪いって方もいます。なのでメガネの処方箋っていうのは、実は視力検査として結構大変です。で、メガネ合わせて度数合わせてがっちりやってしばらく待って、でちゃんと合ってるのを確認して、でメガネの処方箋というのをお書きしてお渡しすると。で、メガネは基本普通はどこでも作って結構ですっていうふうに処方箋をお渡しするのが一般的なやり方だと思います。だからこそ普通の視力ではメガネの処方箋は出せない。で、日本松眼科病院ではちょっと予約をしての検査っていうふうにさせていただいている、結構待ち時間も多くて申し訳ないんですけどっていうのもありますっていうのが普通の話。2つ目として、手術後のメガネっていうこともあるので、手術後のメガネの場合、患者さんとして、やっぱり早く見えたいのでメガネ合わせたいっていうのもあるんですけど、白内障であれ他の手術であれ、だいたい1ヶ月ぐらい度数は安定しないと思った方がいいです。なんですけど、とりあえずという目的で作って、変わったらずらすんだったらそれでいいんですけど、そこを分かっとかないと、せっかく作ったのにもったいなかったとかってこともあるので、ずれる前提でっていうふうに、患者さんにも説明した方がいいし、あなたが患者さんであればそれを理解してメガネの処方してほしいってことを言った方がいいですね。今日はいわゆるメガネの処方箋についてお話ししました。